はい、こんばんは、島津でございます。デッドライジング続きからやっていきたいと思います。前回は生存者の救出に重点を置いてプレイしたんですけど、その中で、そうだね、新しい敵とか、またちょっと悲しいことによって、発狂してしまった退役軍人の人とね、戦う場面とかが多々ありました。で、例のスーパーマーケットに現れたっていうか、もともといた女性が、またこのエリア、ここスーパーなんだよね、確か。このスーパー近くにまた出現したってことで、これから、そうですね、またこちらに向かいたいと思います。ケース4-2、女の追跡。守衛室のモニターで、あの女がスーパーに入るのを目撃した。あの女を追跡し話を聞き出すんだ。何か知ってそうなんでね。とても重大な話が聞けるかもしれません。で、今回なんですけど、ネメシスは終わりにしといて、ネット組んでいこうか。ネット組 ロックマンエグゼ。アクション RPG 作品があったんですよ、ロックマンの。主にゲームボーイアドバンスで販売されたんだけど、最近だと最新機器での、そう、最新のゲーム機でもね、配信が開始されたんですよね。はい、まさかのね、ネットくんにもなれるっていうね。意外と似合ってるよね。結構いい感じにネットくんできてる気がします。じゃあ、今日はネットくんでいきましょう。OK。あ、バックパックしょってんだ。これによってね、持てる アイテム数が増えるとかあったら面白いんだけどね。まあ、さすがにそれはないか。それじゃあルートなんですけど、まあ、ここを目指さないといけないとこなんだけど、まずはね、ここ行きます。大工道具が置いてあるところ。ここのチェーンソーがめちゃんこ強いことが判明したんで、何個も持っていけないのか、両手武器だから。そうだね。ちょっとここで、チェーンソーをかっぱらってから行きたいと思う。で、銃器店もあることが分かったから、こっから入って、ショットガンも多分ね、置いてあると思うから、ショットガンをちょっと手に入れて、こう行きましょうかね。ルートとしてはそんな感じで行きましょう。あと、受刑者たちも復活するっていうことも分かったから、なかなかきついよね、ここ。まあ、うまく、見つかんないように。移動しましょうね。めっちゃいる。あ、芝刈り機使う。芝、待て。ブルン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 。いった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 。芝刈り機も強いけど、ちょっとこれ移動速度が遅いね。でも芝刈り機も使えるのはすごくいいよね。このゲームのいいところ。よいしょ。危ない危ない危ない。あった、チェーンソー。しっかり、これ持っていって、ほら、両手武器だからダメなんだよね、切り替えると。 OK、 ブルンブルン。これだけでもね、振らないだけでも攻撃できるのでかいね。まあ、でも自分はしっかり振ってね、粉みじんにしてやりますよ。これどうだ？完璧だ。あんまいいポイントにはなんなかったね。これだけ細切れになったけど。あ、そいつらに使える？宗教団体に。うら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 。どう？おお、ワンパンだね。普通の人間だから粉みじんにはなんないみたい。そこはさすがにね、規制がかかってるみたいね。粉みじんになるのはゾンビのみ。よいしょ。いや、マジチェーンソー強い。まあ、落としたときはね、ここ一回ブルンってやらないといけないのが欠点だけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ。大丈夫。チェーンソー！チェーンソー無双！チェーンソー無双！強い、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 強い。さあ、じゃあ銃器店入るけど、どうだ、イベント発生っすか。あ、でも、あ、やっぱな。
いるか。聞いてくれ、ゾンビと戦うのに銃が必要なんだ。来るな。ゾンビどもの方がよっぽどマシだ。人間はまるで信用ならんのだ。撃つな。頼む、話し合い。黙れ、来るんじゃない。それ以上近寄ると本当にぶっ放すぞ。おい待て。本当に撃たれた。俺は警告したぞ。こんな状況だ、誰も信じられるものか。銃を手に入れるためにはこいつと戦わないといけないみたい。うん、で待ってね、待ってね。やばい、危ない危ない。ちょっと待ってね、弾が切れたところを狙うんじゃない。ほら、あ、当たった。オッケーオッケーオッケー。お、出されちゃった外に。くそ、危ない。チェーンソー向こうにある。トランスプラザの安全保障に小さないる。こんな状況なのに妙に落ち着いてたな。そうなんだ。くそ、エントランスプラザの化粧品屋に男がいるな。はい、デイゴトルさんに銃撃に遭ってる。ほうほう、リオドするたびに銃撃。ほう、このままじゃいい的だな。よいしょ、はい。クソが、こうむずいな。完璧だ、いいのが取れた。やばい、これはこれはまずい。危ない危ない。うそ、危ない。これきついな。ちょっと待って、回復…うわ、死んだ。3 4 5かな、これで全部5発、5発、 OK。 やばい、あー、ダメだ。危ない。ちょ、ワイン飲んで。あ、あ、今ね、あそこはね、攻撃が届くはず。危ない。痛い。あ、銃取れるぞ。こいつ素早く銃取ればいいんだ。ちょっと待って。検証検証。あ、いけるいける、銃取れる。オッケー、攻略を分かった。あいつが弾込めしてる間に中に入って銃をさって取ればいいんだ。うん、で、あとは銃撃戦に持っていけばいいんですね。はい、待て、あ、痛い痛い。銃取れた、スナイパー取れた。待ってね。出ようとするたびに銃撃にあって。このままじゃいい的だな。いいぞ。痛い。オッケー。いいぞ。オッケー。はい。ショットガン欲しいな。あと回復薬。回復薬どっかねえかな。あぶない。ふう。ちょっと待って。オッケー。そこのワイン。違う。危ない。オッケー。
いいぞ、取った。危ない危ない。待って、どうしたどうした。リフトアップ、ゾンビを抱え上げて投げ飛ばすスキル、 RB でバスを押すと投げ飛ばす。 OKOK、 ショットガンがいいな、威力低いぞ。 OK OK、 あと13発。はい、死んだ。 OKOK、 あと8発。当たんない、くそ、障害物が邪魔だ。 OK、 痛い、壊れた。ちょっとあそこに立ってるから弾切れを狙って一発攻撃しようか。 OK、 でこれで、はい、まだまだ障害物隠れて、いける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 、よし倒した。くそ、あった、本気かよ、いかれてやがる。お前銃が欲しいからって人を殺すってのかよ。助けて、おい殺される。おい待て、やめやめろやめろ。食べられましたね。その言葉ね、そっくりお前に返したいがよ。今のゾンビって、あの店主が売った人ですよね。サイコパスの中では、一番、そうだね、正気を持ってる。まともな人物だったけど、まあ自分の保身、自分さえ良ければ、それでいいっていう精神が、まあ、招いた最後でしたね。で、ここの攻略はね、銃でね、そうだね、撃つよりか、普通に、こういここはね、ちょっと攻撃が届かないんで、こういったところまでおびき寄せて、弾が切れた時に、一発、ぶん殴る。そして、また障害物に隠れるっていうのがベストですね。うん。はい。で、こっからね、銃器がバンバン、解放されるようになりますね。この銃器店まで来れば、無限に、うん、銃を手に入れられるようになったんじゃないかと思います。で、武器としては、ハンドガン、スナイパーライフル、そうだね。ハンドガン、スナイパーライフル、ショットガン。この3種類になるみたいね。あ、秘宝、最強の、うん、近接武器、チェーンソーが、ちょっと、消失しました。また戻んないといけないっぽいけど、もう時間がないからいっか。うわ、強い、ショットガンめっちゃ強いよ、見て。ほら。すげえ巻き込めるぜ。ほら、この距離だったら、すげえ巻き込める。多分ね、これを取ると、完璧だ。特にないか、ボーナスは。あ、で、ガンショップ取ろう。はい。完璧だ。OK。それじゃあ、スーパーに向かいましょうかね。こっちの親の老人とスナイパーの標的っていうのは自分たちの拠点近くだからまだ今は行かんくていいね。ちょっと痛い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 、死んだ、大丈夫か、どけ、ブルン、ちょっと道開けて、道開けて道開けて、これ何の技系って思ったけどさ、あれじゃん、ザンギエフのやつじゃんねえザンギエフのやつだよね、あの正式な名前わかんないけど。ここ改装中の場所みたいね。
この距離だとさすがに威力はないか。残念ながら。よいしょ。信者たち動きが遅いのがね、ありがたいね。あ、おい。え、バイク？バイクでの戦闘？ぽいわ。やめて。あいたつ。危ない、危ない、痛い、ちょっときついな。痛い痛い痛い、危ない。 OK、 もうちょっと近づけばいいね。バカなアメリカ人ね。死んだ。いや、近接の方がいいかね。どっちかね。まあショットガンは近接で当てるとすごい大ダメージが入るのは分かった。オッケー、入った。銃で射撃するときに、あ、いやいやいや、ダメだ。銃で射撃するときに、あの、緊急回避で近づくって感じかね。いていて、よいしょ、よいしょ。危ない。バカなアメリカ人ね。よいしょ、はいはい。いいね。はい。ダメだ。そうか、連続で緊急回避できねえか。うそ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 う。引かれちゃった。いけるか。ダメだった、ダメだった。もうちょいだったね。いや、こっからす、よし、こっからスナイパーでいこうか。ほら、いける。バカなアメリカ人ね。ちょっと待って、回復薬欲しい。はい、出て。危ない危ない、飲め飲め、危ない、しょ、ふう、危ない。完璧だ。完璧、いける。どこかへ行って。いけるいける、勝てる勝てる。おいしょ。いたいたいた。待て、話を聞け。勘違いするな。捕まえに来たんじゃない。話が聞きたいだけだ。あんたはどこまで知ってる。報道関係者。話して。逃げたりしない。だから話して。痛いわ。どこまで掴んでるの？当局の介入はいつ？おい、ちょっと待て。質問するのはこっちだ。サンタカベザってなんだ？ゾンビどもと関係が。ゾンビを生み出したのは他でもない。あなたたちよ。うん、カリートはそのことを伝えたかったんだわ。誰だって？インタビューは私じゃなく、カリートにするのね。彼は全てを知ってるわ。それって俺たちを襲ってきたあのライフル男のことか。合わせてくれ。ダメ、怪我で気が立ってる。今は会わない方がいい。
治療して連れてくるわ。私なら説得できる。妹の私ならね。それを信じろっていうのか。ゾンビはカリートのメッセージよ。このことを広めたがってた。いいだろう。行け。いつ戻る？今晩0時に。ノースプラザのカメラ店の隣で待ってて、いい？私はイザベラ。必ず戻る。約束する。はい、ケース4の2クリアですね。イザベラから、話を聞くことができたんですけど、まあ、このゾンビ事件を引き起こしたのは例のね、ちょくちょく自分たちを襲ってきていたあのカリートが、そうだね、あの事件の黒幕みたいです。カリートね、ブラッドとの戦いで怪我しましたもんね。その薬を探しにここに来てたんだ。そして事件の真相についてはカリートの口からね、あの直に聞いてくれってことで、今日の0時にある場所、カメラ店の横で落ち合うことが決まりましたね。ここだね。やっぱボス戦にはね、回復アイテムが必要ですね。めっちゃいるんだけど。やば。なんでこんなにいるの？やばい量いいんだけど。ピザだ。冷凍ピザ。あ、バイク乗れる？やった、バイク乗れる。やった、イザベラのバイクゲット。わ、これすごく楽。おおおお。イザベラのバイクのおかげで移動速度上がるわ。うん。車をね、囚人倒して手に入れたんだけどね、また囚人が復活してたから、ちょっと、使えなくなってて困ってたんですよね。っていうか、爆発物もね、食らわないみたい。かなり無敵だ。人も乗せられればいいんだけどね、さすがにそれはできんか。ふう。あれだね、胴打ちしても胴はちょん切れませんね、さすがに。うん、他の部位は弾け飛ぶけど。はい、ということで本日はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。毎回ね、ボス戦の手前で回復薬は持参していくんだけど、切れるっていう現象にあってしまって、難易度をね、自身で上げてる感じがしますけど、まあ、クリアできてよかったです。それで、今回から銃器店がね、解放されたんで、あそこまで行ければね、銃がね、好き放題取れるから、どうしても銃が必要って時はね、あそこに一回寄ってから、そうだね、その、ところまで、戦いのとこまでね、向かいましょうね。それじゃあ次回はね、こちらをやりつつ、このイザベラの約束のとこまで行きましょうか。スナイパーの標的と、骨董屋の老人。果たして、そうだね、何人助けることができるでしょうかね。はい。もうちょっと続くと思いますが、よかったらね、デッドライジング続き見てやってください。それでは、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。